はいっすー、こじきんですー。そう、あ、そう、あってなんだ。日本代表、勝ちました。日本すごいね。私もさすがに見てましたよ、日本代表の試合ぐらいは。いやー、まあ前半は本当どうなるかと思いましたけれどもね。まあ後半からうまく体勢整えて、非常に戦術がハマってて、ね、みんな森保監督にもう手のひら返しですね。非常に面白いゲームでした、後半から。よく堂安も、浅野も決めましたね。もう、采配ズバリという感じで。さあ、次の試合も楽しみですね。というところですが、まあ、私のやっぱり興味あるのは J リーグでございます。今日の、いろいろあった、移籍情報とちょっと、時間あるんで振り返っていきたいなと思います。まずね、朝ね、まあ、俺言っとくけど、ちゃんと毎朝、あれだからね、サッカーニュース見てますからね。こう見えても。本当にまず6時半に起きて、まずはネットを開くっていう。で、見てますから、ちゃんと。今日朝あったのは、まず瀬川祐介、湘南のね、川崎に移籍するみたいな、ニュースがありましたね。結構びっくり。そこ取っていくかって感じです。っていうのも、知念がね、鹿島に移籍するっていう噂が出てましたからね。まあ、それはそうかって感じですか。そして、山田孝太出ましたね、朝ニュース出て。そしてもう、今日中に完全移籍の発表がされたと。まあ、正直、これを喋りたかったから今日は動画撮ってます。いやー、モンテディオ山形のやっぱ10番がすごい似合ってたんで、で、あのサッカーの、中で、やっぱり、なんでしょう、王子感。貴公子山田孝太って感じで。非常にこう、来年もね、クラブスキー監督が多分、続投でしょ？そんな中で山田孝太が行って欲しかったなーっていう気持ちもありつつ、まあ J2 の他のチームのサポーターとしては、いや、J1 行ってくれて助かったなっていう、いろんな感情が入り混じりますけれども、まあとりあえず J1 へのね、挑戦、はい、頑張ってほしいなというところです。彼のやっぱテクニックは非常に目を張るものがありますからね、楽しみなところでございます。一方で、モンテディはその空いた10番のところをどうするかっていう問題もありますね。はい。そして、マリノス、中林ゴールキーパー、契約満了。はい。まあ、どうでしょうね。36歳ということで、ファジアーノ岡山がもう一回取りに行くのか、どうでしょうかね。まあ、でも、広い手はありそうな感じはありますね。あと他に、今日のニュースで言いますと、そうですね。山谷が契約満了ってのもちょっとね、なかなか結果残せなかったかって感じですね。本当に水戸で最初見たときは非常にスピーディーな選手で突破力もあって面白そうだなと思ったんですけれども、なかなかレギュラー定着っていうのはいかなかったですね、この選手。J2 のチームに流れるか、まあでも J3 もありそうですね。まだ22歳で若い選手なんで、まだここからでしょう。FC 東京、木本契約更新。FC 東京は契約合意っていう出し方しますね。森重とかも含めてね。契約に合意しました。他はですね、そう、さっき喋ったファジアーノ岡山が、ゴールキーパーのところで動きましたね。期限付き移籍で湘南から、入っておりました、堀田選手、堀田大輝が完全移籍での加入を発表と。一方で、レンタル逆に出してたね、真渡りが湘南に完全移籍という形で、レンタルしてた選手がお互いに、完全移籍になりました。まあ、堀田、今年のファジアーノのゴールマスしっかりと守っていたんで、これ来季も残るのは大きいでしょう。あとは水戸保力、はい、草野、横浜市から草野獲得。これは、かなり、まあ、いい補強なんじゃないでしょうか。まあ、最下位って言い方しちゃ、21位か。ね、あれですけれども、草野が怪我してなければ、本当琉球はどうなってたかわかんないんで、残留してたかもしれないんで、この選手取ったのはでかいんじゃないでしょうか。まあ安定的にね、ゴール数は稼げると思います。怪我しなければ。あとは、まあ、鹿児島ユナイテッド、米沢が来年もいるっていうのを発表しましたね。まあ、J3 でまだ戦うことになっちゃいますけども。ね、26歳で、で、今シーズン2桁ゴール多分取ったよね。12得点取ったんで、いやー、J2 にまた挑戦してもいい感じというか、引く手はあるんじゃないかなと思いましたけれども、男気あるもう1年残留ということでございました。はい。以上、今日の J リーグ関連のニュースでございました。まあ、山田孝太がほんとビッグニュースですかね。さっきも言った通り、さあ、山形はここの、なんでしょうか。10番タイプというか、まあ、中盤で、
こう一つ違いを生み出す選手をどこから持ってくるのかっていうのが、まあ楽しみなところでしょうかね。はい、ということで、ざっと、まあ雑にではございますけれども、今日の移籍情報を振り返りました。あとミサオだ最後にミサオがポルトガルだっけ、なんかサンタクララみたいな名前のところに行くかみたいな噂が出てましたね。うん、そんなとこでしょうか。はい、あざしたー。